こんばんは。こんばんは。前後の佐藤です。はい。まあ、あの前回と続けてきましたのは私も YouTube で自分の動画を見てしまいましてちょっとこれは練習して、ね、もう一回行かないと、まずいなと思いまして、やってまいりました。もちろん練習してきましたんだけどね。まあ前回、ですね、こうステージに立たせてもらいまして、いろいろ考えるところありまして、やっぱり最初からね、慣れない曲をやると良くないなというのは非常に思ったので、まあ一番、まあ吹いてます、ビリーブですね、まずやりたいと思います。まあ街頭でね、皆さんも取り組んでるかもしれないですけど、戦争荒廃しの2000万署名、あれやってるんですけど、まあその時でも、トランペットを吹いたりしてるんですけれど、先週ですね、ちょうど花見の、時期で桜祭りというのがありまして、まあそこの、まあ、会場の近くでやったらですね、まあ、小学生が反応してくれてですね、そういう世代なのかと、まあ、90年代の NHK のドキュメンタリーのテーマ曲だということですけど、今の、小学生の、まあ、合唱定番曲ということで、本当に、ね、ちょっと間違えたらさっと歩いていっちゃうんですけどね、やっぱりね、ストリートは厳しいですね。では、ビリーブからやりたいと思います。
ありがとうございます。ちょっと余韻欲しかったけど。気が続かなくて。先週はね、うまくいったかなと。じゃあちょっとまあ、次はチャレンジングな曲ということで、今ね、練習中で、今日は木曜日なんですけど、金曜ロードショーの、ね、テーマをやりたいと思って、ファイナル、ファイナルじゃないな、ファイナルファンタジーじゃなくて、フライデーナイトファンタジーですかね。ね、ご存知ですよね、皆さんね。今の20代は知らないそうなんですけど、ね、そうだね。まあそういう意味でチャレンジングなチャレンジングな、ね、チャレンジングな、ね、これはね全然いきなり言いそうで、ね、あの前に立ったらいきなりパッとなんかギャラリーが見ちゃってすごかったもんね、多かったですよね、あそこの時ね、
で、すみません、もう用意してきた最後の、曲なんですけど、前回も、102回ですね、登場させていただいて、皆さん歌ってるみたいで、僕もちょっと1曲ぐらいは歌わなきゃいけないかなと思いまして、ただ、ちょっと最近ちょっと替え歌も作ってないんで、千里をですね、歌います。先週もらったランキリュウさんの千里で、ブルースに乗せて歌いたいと思います。マジですか。千里を歌う、すごいすごい。ね、ギタリストの方ね、ご存知の十二小節の、ブルースですね。それをまあこの千里を無理やり歌って最近初めてですよね、これは。五七五の十七文字を4×3 の12小節に乗せて歌えばそれが川柳ブルース。じゃあいきます、はい、音もなくホロコーストか音もなくホロコーストか音もなくホロコーストか放射能放射能春のうららも春のうららも喜べず放射の春のうららも喜べず。福島の叫ぶ叫びが聞こえるか福島の叫ぶ叫びが聞こえるか福島の叫ぶ叫びが聞こえるか福島に政治の罪は政治の罪は山とあり福島に政治の罪は山とあり復興と除染で稼ぐ銭の山復興と除染で稼ぐ復興と除染で稼ぐ銭の山。七五の十七文字を4×3の十二小節に乗せてうなればそれで川柳ブルース。
ありがとうございます。イエイイエイ、いいですな、いいですな。じゃあ、以上です。面白い面白い。いいじゃんいいじゃん。これ作風にしちゃえばいいんじゃない、これ、こうゲームにしちゃえばいいよね、これ、うん、これいくらでもできるじゃん、川柳さんあればね。本当、ね、これいいじゃん、ペット吹いてこれで OK 鳴らして、ね、結構これいけるんじゃないですか。ね、大丈夫大丈夫。いやいや、面白い面白い面白かった面白い。いやいや、ね、この間のあれをバカにしましたよ。大丈夫です。はい。